どうも、キスケです。本日はこちら、はい、メタルクーラ編のスーパーベジータに全開アビリティ3つ乗っけて使っていこうと思います。はい、さすがに3つつけたらやばいことになるんちゃうかなって思ってるんですよね。で、スーパーサイヤ人なんで、なおかつバーダックのバフも乗せていくっていう、うん、なかなかやりすぎなのかなっていう感じはするけど、まあ非常に多分戦えるようになってるとは思います。で、キックガーツも射撃アーマーあるし強いし、うん、削れるところは削れるし、で、こいつは防御タイプなんで、まあ、全開アビリティ3つ乗っけた耐久力をちょっと見せれたらなと思います。よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは PVP 回っていきましょう。はい、マッチングしました。孫一族パーティーですね。まあこれでいきましょう。お願いします。で、このスーパーベジータに関しては1回だけ、不利属性無効つくんですよね、カパチェンジに。だからまあその辺も使ってできるだけこいつで耐久してみたいな感じで戦っていこうかなと思います。速攻で出しちゃったけど、まあいいでしょう。あ、悪くないな、火力。あ、悪くない悪くない、強い強い。いや、いいぞ、よくね。さすがに3つつけとると、さすがに3つつけてると強いわ。誰が何と言おうとさすがに強い。はい、出血。まあこれはバニシングじゃない、カバーチェンジで出したいね。はい、よくれない。はい、さあ耐久力見してみろ。いや、まあ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 、ぼちぼちって感じ。一応体力回復できんだよな。あー、うまい、回避入れときゃよかった。早いなー。いやー、大丈夫、なんとかなるんちゃうかなと思うんやけど、どうかな。危ないかな。で、確かこいつね、なんかバトルメンバーが少ないとなんか能力発動したと思うんだよな。はい、撃っちゃった。はい、変えてこい、変えてこない。いやー、まあまあまあ、ありがたい。ライジング、おいしいなこれ、大逆転。怪しい怪しい怪しい、よかったよかったよかった。あ、なんかレジェンズ楽しくね。すげえなんか楽しく感じるわ。いやー、どうしようこれ。あ、それだけか。あかん、よくないよくない、それは言うわ。全然ちょっとね。よし、はい、ナイス。必殺アーツないんちゃう。あざした。はい、マッチングしました。何パーティーだこれ。サイヤ人パーティーかな。対戦やってきます。まあこういう感じでいきますか。はい、お願いします。いや、青2枚で来るのかなこれ。青2枚黄色1枚で来る可能性もまああるね、これだと。まあさっきの試合使ってて感じたのが、まあ割かし火力出るっていう、まあ当たり前っちゃ当たり前なんやけど、だって全開アビリティ3つ乗っけてるし、プラスアルファスーパーバーダックのバフがあるから、まあ火力出て当たり前って言ってしまえば当たり前なんですけど、そう考えたら結構乗ってるな、バフやべえな。お願いします。青2枚か。 OK、 まあこのまま殴っていくか。はい、
ッケー。いや悪くないよな火力。あー飽きまへんか。なるほど。痛い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 な。はい、ナイス。見るで俺はガン見するで。はい、来ないか。よし、意外と入るんだよな。ほらよ、マジそっち。なんでそっちで受けたなんでや。はい、まあライジング受けるとすればスーパーバーダック。ダメか。よし、いやライジングの溜まりがちょっと悪いぞ。どうしようかこれ。あ、特殊ナイス、ナイス特殊。まあバニシング回復するか。あー、ドラゴンボール来ねえな、残念。はい、まあこれでちょっと場持ちよくしよう。通常出てるよなこれ。オッケー、ナイス、見えてる見えてる。はい、皮外れてなかったが究極圧でくそ、泥足杖泥足アップ杖はい、ナイス。いやこれゴジータやな、捨て。ライジング、オッケー。これベジータ残しやね、頑張って。できればゴジータを捨てたい、ライジングでね。さあ火力悪くないよな、かっこいいんだよなこいつ。ただあんまりあんまり使えてないから。はい、素晴らしい、勝てーバカ野郎、バカ野郎勝った、後悔するなよ。行くでー、落ちひんかな。かっこいい。はい、皆さんありがとうございました。はい、マッチングしました、未来パーティー対戦やっていきましょう。まあこの3枚でいきましょう。射撃特化なのかな相手のパーティーは。ロゼをいかにスーパーベジータで削れるかっていう話やけど、まあそう簡単にはいかないよな。危ない。いやーこれ青色結構食らうんちゃう。オッケー、マジか、ナイス。はい、来ないか。いや黄色ちょっとつらいな、てか色が結構つらいこの出し順やと。はい、いや回避してなかったか、避けれない。どう攻めるか。それは入らんよ。いやー美味しい、いやーうまいこれはうまうまですわ、ありがたし。いやーいい火力入るよ、ナイス。オッケーオッケー、
素晴らしい。ライジングよしそう、黄色が結構つらかったんで、ライジング当てれたのはめちゃくちゃでかい。よし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 。で、相手1回ライジング使ってるから、多分2周目結構早いと思うんですよね。まあ、それ、ちょっと気ぃつけないといけんね。止めて、メインで見よう。ダメか。ああ。まあ、救急カーツはどっかで捨てよう。しょうがない。キャラチェンしないか、はい、カード吐き強いよ。あ、まだつながるかやるね。動かない、ナイス。これは美味しい。いや、さすがに救急カーズで沈むな。いや、悪くないな、火力マジで。すげえ強く感じる。究極圧クソかっけえし。なんじゃこの究極圧。かっこよすぎ。2周目溜まってそう。あ、あざした。はい、皆さんお疲れ様でした。今回は、メタルクーラ編のスーパーベジータに全開アビリティ3つ乗っけて使ってみたんですけど、いかがだったでしょうか。すごく強かったと、思います。まあ、意外と火力も出るし、まあ、耐久も大丈夫やし、強かったっすよね。で、まあ、場に出るたびに手札1枚破棄っていうのもなかなかいやらしい能力してるんで、悪くないと、思います。よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは良きドラゴンボールライフを。バイバイ。